こんにちにんにんぽんぽこです。いかにも怪しい。そうです、今日はドッキリです。ピーナッツくんがね、今からぽんぽこの島に遊びに来るので、マイデザインでとあるドッキリを用意しました。ピーナッツくんね、だいぶ動物の森未だに初心者なんで、結構何でも信じちゃうんですね。ということで今日のこのドッキリもね、まんまと引っかかると思うんですよ。着替えて準備に入りたいと思います。何マスクつけてきてんだよ。いや今はちょっとやめろや、距離取るよ。動物の森ぐらい解放しろ。おっすー。はい、ということでこんにちにニーボンボクだよ。ピーナッツ、ピーナッツくん、ピーナッツくん、いいから初心者遅いから。あ、いいじゃん。誰？いや、おいすげえゴジラいるじゃん。あ、いいでしょ。すごっ。スピードのピーナッツ5歳だもんね。うん、あげない。いや、いいよいいよ、歌舞伎町みたいになるからな島が誰が歌舞伎町島が歌舞伎町みたいになったら嫌だもんな。誰が歌舞伎町島だ。はい、ということで今日はですね、はい、まあ、サブチャンネルということもありまして、はい、ゆるっと宝探しをしていきたいと思います。ゆるっと宝探し、ゆるっと宝探しといっても、おっしゃー、埋めるものはやはり5万ベル、はい、ちょっと5万ベル、5万ベル、また金かお前。うはーうわーじゃないだろということで今からお互いこの島どこでもいいんで5万ベル埋めてもらいます。はい、でそれを後で先に見つけた方が勝ちっていう、シンプルなゲームですね。なるほど、やっていきましょうか。オッケーオッケー。どこにしよっかな。ボボさんあっちの方に行ったと。はいはいはい、行ったように見せかけただけなんだよな。いやマジ5万でかいよ。僕もなんだかんだ10万ぐらいしかないから今。やば、本当は10万でやりたかったんだけどね、もう10万なかったからさ、5万で。うん、あのお飯さんにもらった金は全部使いましたじゃあこの辺にしちゃおうかな。はい、ここにしようっと。お、めっちゃいいとこ見つけ。はい、ポンポコここにします。めっちゃいいとこ見つけました。いきましたか。はい、もう絶対にバレない、これは強っ。どこに隠したんじゃ、おいどらおいどら、おー、教えろ教えろ。いや、ギャンブラー初心者はい、じゃあ用意どんで、制限時間5分以内で先に見つけた方がお前もらえることね。オッケーオッケー。だいたいもう見当ついてっからな。用意スタート。はい、上です。左下左下、鼻踏むなよ。え、鼻踏むなよ、ポンポコ。いや、そんな普段あなた鼻踏まないように生きてないでしょ。どういうことだよ、現実世界で。そう、失礼すぎたらポンポコに対して鼻踏まないように生きてるタイプだ。いや、虫一つ一つの命大事にしてる。虫ってるもんな、鼻。いや、マジで僕のは見つかんないとこです。あ、そうですか。はい、絶対に見つかりません。あ、なんだこれ。わわ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 、なにこれなにこれなにこれ、え、やばくない。なにこれ、見たことない。え、これ知らない、ネットでめっちゃ話題の。え、なにこれ。え、あつ森のね、なんかバグじゃないけどイベント。え、昨日雨降ってたんだけど、雨降った次の日に起きるんだって。雷の穴。雷、雷落ちたんだわ。え、これ雷、なんかあるんじゃない、アイテムみたいな、掘ったら。え、掘れるかな。あ、掘れないわ。あ、掘れないわ。やばー、ただの穴じゃん。じゃん、いや違う、これが落ちたらね、島がね、もう破壊されるんだって。1週間後。島、え、なんかお金を納付しないと、なんか風神雷神が起こったみたいな、あのリセットさん、はいはいはい、のなんかいとこみたいなやつが。え、なんか悪いことしたんじゃない、ポンゴさん。え、なんだろう、昨日なんかしたかな。ゲームガチャって切ったとか。切ってない。え、どうしよう、島なくなっちゃうんだよこれマジで。島なくなるって何。マジ、風神雷神に5万払わないと、5万ベル払わないと島なくなっちゃうの。島作るときに最初石碑置いてくださいって言われるじゃん、その口に。ああ、はい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 、あったでしょ。あったような気がする。あれの前に5万ベル置かないと、これできた1週間後以内に置かないと島もう島流しになっちゃうから。お布施ってこと。お布施お布施。そんな宗教感が根付いてんの、どうしたのってマジ？ちょっと5万ベル。いや、それは知らないよ。いや、ポンパさん5万ベル持ってんじゃん。え、持ってないよ今。いや、だから埋めたじゃん。もういいよ、今のゲームはじゃあお開きにして5万ベルを。いや、ちょっと5万ベル。だってこれピーナツくん来なかったらこんなんなかったもん。だってさっきまで遊んだけどなかったもん。え、だってポンポコ埋めたのここだよ正直。ほら、さっきなかったもん。あ、そうなの。ピーナツくん来たからだよ。いや、そんな、何？怒ってんだって風神雷神さんが。これしかも通信でなった人のところになるよ。これ感染型だから。感染型、感染型だから感染してくの。これピアス見たら、もう見たら次君の島にもこれ来るから、落ちてるから。いや、もうじゃあ、うん、普通にじゃあ5万ベルを、うん、お互いに、うん、お互いに風神雷神払おう。
いや、僕は僕の島で払いますね。うん、分かった。とりあえずポンポコの島の5万払わなきゃ。じゃないとピーナッツの方移っちゃう。どこよピーナッツの5万。あー、これは分かんないね。なるほどね。とりあえず備えるわ、石碑の前に。風神雷神のイベント、これ石碑の謝りに行こう。誰に謝んだ。風神雷神だって。おい、動物の森の名前舐めてるだろ。いや、そんななんかハッピーな感じだからさ、常に。え、でもリセットさんの切れ方知らないの。あ、リセットさんの切れ方そんなに知らないな。おいたら何リセットしとんじゃうやで、これやで、マジ。何ちょ、一刻も早く5万目で備えんとダメやねん。石碑って何、どこ。これ立てたやろ、最初に。みんなどっかしらに。いや、立ててないけどな。マジ、お前最初のイベント無視してるじゃん。よし、なんか出てくるの、風神雷神が。いや、出てこないと思う。これで多分ね、もう穴は塞がると思う、後で。なるほど。いや、マジ、じゃあ、なかなかあれじゃない、レアな。レア。え、ちょっと嬉しいもん、正直。サブちゃんの割に、いいイベント見たことないもん、僕。うん、たまに見るけど、動物森の動画。でしょ、相当な確率。タランチュラ島とかの100倍だから、これ。こんな確率。うん、いや、全然なくなってないじゃん。やばい、やっぱやばいよ。どうしよう。どうしようって、だから…あ、なくなった。あなくなったって。あ、おい、あ、何してんだこれ。あ、あ、何してんの。あ、風神雷神さん、許してくれたわ、ありがとう、よかった。おい、よかった。いいって、いい、しょうもない。全然信じてないから。ずっとずっと信じてないから、風神雷神イベントっていう。聞いたことないんだよ、風神雷神イベント。嘘つき、穴見た時信じたろ。いやいや、信じてない。は、見たことないなってことだけ。信じるも信じないもん。ということで、てってれー、ポンポコの島に雷の穴ができるドッキリでした。イエーイ。何ですか今の。マイデザインって言って床に貼れんの、自分がデザインしたやつを。てか、おい5万返せよ、5万。5万返せよ、おいおい。いやいや、だからお布施、あ、お布施のとこにあるわ。あー、やめろ。じゃあそれお布施先に取る方がもう5万もらおう、そうしよう。は、早もがちにしよう。いやいや、もともと僕のだから。ちょっと待て、もともと僕のやつだから。邪魔だな、このタヌキ。帰るわ。なんだこいつマジで。あの穴つくの3時間もかけたんだって。かかりすぎだろ。いやー、だって前デザインだって全然やったことないんだもん。どんだけ僕の5万にかけてんだよ。こいつ。いやいや、もう帰ろう。本当に帰る。5万。おい、5万帰んの。おい、5万って呼ぶな。危ねえ。踏んだくられるとこだったわ。5万。変な風神雷神とかいう謎の宗教感出してきて。危ねえ。